ほんまに、こう、あ、沖縄の、まあ、ちょっと聞いてください。あらゆる着物をパラシャイ。そうそう、もう一応着物もちゃんとね、沖縄風の。もう一人来るからな。今、ちょっと待って、待っておか。お、一本。誰がジュース買いに行ったんですか。レアがジュース買いに行ったんですか。え、クルサさん来らないの。え、クルサさん来たもんな、今日あの、安全員とかじゃないわ。え、マイクいらんですよ。あ、マイクいらん、オッケー。こんな狭いとこでマイク。あ、あれさ、ここに座るって。あ、で、ここで。沖縄先生。こんな時って、向こうは座ってまで行くなかったよな、こっち向いてな。いやいや、そんなになんか、正座させてもらったじゃん。そうそうそう。正座ない、こんばんは、ひきやすい。よいしょ。でもあのちょっと炊飯器邪魔やろ。あ、どうめし。舞台で炊飯器の。炊飯器横にあるな。横にご飯。お前、マイクと椅子に座っとんな、おい。いいの、パパ、借りていい？ 10 万円借りる。つぶれる。いくつ？はい。おばちゃん何歳です？あ、日本語の感じ。誰聞いた？お越しキャスティングリッシュ。おお、そうだ。いや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 。自己紹介どうやって？自己紹介してくれる？沖縄の三線って言います。ギターみたいなもの。わー、ナイス。見たことあります？あるもん、あるもんね。テレビよく見るね。あー、そうですね。顔つつけてください。はい、clap your hands! イエーイ！よろしくお願いします。どうぞ。こんな着物着て、こう、ブーゲンビリアの、ハイビスカス。こう、レイをつけて踊るイメージで、見張ったことある以上ね、あるよ、ね、それを踊ってるですので、サンキュー。それはハブは無理です。ニシキヘビ。ニシキヘビですか。あ、でかいやつね。そうです。昔からニシキヘビですか。そうなんですよ。なんか一般じゃなんかね、普通のハブとかなんか、ああいうちっちゃいからちょっと小さいの方がこれ一枚もんなんで、ああ、ちょっと平田小さいもんね、小さいもんね。初めて聞きました。何でも勉強ね。今回ホグラム出てたずっとホグラム。お花を摘みにみんなで行きましょうねっていう楽しい、ちょっと言葉が難しいかもしれない。みちゃよ、うしちき、あたい、まなむいが、はなやちゆかいき、Yeah.